お久しぶりです。ミコです。なんか管理人さんに気に入られてしまいまして、第2弾の収録をお願いされてしまいました。今回も NG なしで答えていきますので、よろしくお願いします。それでは、女子部屋始まります。実はこんな言葉を検索しちゃいました。ネット検索で意外すぎるキーワードを3つほど教えてください。付き合ってるか付き合ってないかわからない彼がいたんです。まあ普通にラーメン食べに行ったりとか映画見に行ったりとかでは、まあもちろん体の関係というかエッチもしてたんですけど、なんか付き合ってって言われてないから付き合ってるかわからなくって、でも家帰ってから LINE とかで私のね余韻が残ってるとか本当に大好きとかそういう言葉をいつも言ってきてたので、私ってなんかどういう立場なんだろうってふと思って、余韻とかアフターセックスとかあと何調べたかな、普通のデートもしてくれるけど体の関係があるとかちょうどその時のヤフー検索のワードが意味深なワードを検索してて、検索履歴がすごいことになってました。もうアフターセック余韻が残るとか、なんなんこれみたいな感じで笑いました。男性のひもパンほどき率は 100% と聞きました。リコさんの経験上、やっぱり男は全員ひもパンを途中でほどきたがる生き物なのですが、多分男性的に脱がすのも全然ありだとは思うんですけど、こうちょっと立ってチューしてイチャイチャしてた時に紐をねヒュッて通るとパシャッて落ちるじゃないですか。でしかもなんかパンツ脱がすって結構なんか大変な作業、チューしながらでもなんかちょっと手が届きにくかったりとか、でも紐をピュッてすればパシャッて落ちるので、多分それがちょっとロマンなのかな、多分男性のドキドキポイントだと思います。でも女の子からするとなんかいきなりバッて解放されるので変な感じはするんですけど、はい、というわけで女子部屋でした。リコとお友達になってくださる方、チャンネル登録してくださると嬉しいです。あと質問もお待ちしてますね。